どうも、ひふじゅうです。こんにちは。こんにちは。久々だね、しばちゃん。アメリカぶり。アメリカぶりだね。はい。結構、まあ、アメリカ編、長く今、投稿してますけど、こうやって撮影するの、なんか、すごい久々。うん、新鮮まである。うん。会うのも久々だもん。久しぶりですね。てか、アメリカ編でストックがあったから、結構、撮影ね、そうね、サボってたんじゃない？サボってたわけじゃないけど、ちょっと楽してた。うん。まあ、しばちゃんもね、第2子が、もうすぐ出産すると。ありがとうございます。ということで、まあ、今はちょっと撮影を控えながら、はい、でもちょっと今回しばちゃんがねもうすぐ生まれそうなんだけどちょっと大事な報告があるということでちょっと今日は来ていただきました、しばちゃん。いえいえ、ありがとうございます。で、皆さん早速なんですけど、アメリカ編の動画見ていただけましたでしょうか。アメリカではこうフリマたくさん回って、まあ、自分の私物をたくさん買わせていただいたんですけど、中でも今回僕はアメリカ製の501、まあ、80s から 90s の、まあ、耳がついていないいわゆるレギュラーの501を探しました。で、その501をめちゃくちゃ買ってフリマとかじゃなくて会社でこうやりたいなって売りたいなと自分でずっと思ってて、で50本ぐらい買ってきてやろうと思ったんですけど、それがもうマジで難しくて、いろんなフリマ回って、まあ、アメリカ製の501ってあるんですけど、めちゃくちゃ今値段も高いし、かつやっぱりこう耳の当たりが綺麗だったり色落ちがすごくかっこいいものをすごい探したんですけど、もう何本見た、手に100本以上見て、いや、な、3000は見た。3000 見すぎじゃない。いや、まあ、1000はマジいってるぐらい見たと思うんですよ。まあ、必死にね、その短い期間探して本当に納得して、俺これ履きたいなとか、これめちゃくちゃかっこいいじゃんっていう色落ちのものだけ買って、だいたい10本買ってきました。で、この10本なんですけど、まあ、めちゃくちゃ苦労したんですけど、まあ、今回ですね、 FJ ではなくて本業で働いているライトオンの池袋店、ライトオンの、ね、あのフラッグシップショップといって旗艦店なんですけど、その旗艦店が9月20日にリニューアルオープンするということで、そのフラッグシップの池袋店でこの僕が買ってきたアメリカ製の501をちょっと限定で、ね、販売しようかなと思います。はい、これ出しますか。出しちゃう、出しちゃうか。溜め込んでんなとは思ったけど、溜め込んでんなって、買ってんなと思ったじゃん。はい、自分で溜めとけばよかったんですけど、やっぱりライトオンってジーンズ売ってるじゃないですか。はいはい、リーバイスも売ってるし、もともと昔は古着もいや、もやってたんですけど、今はやってない。うん、そんな中で僕が働いてるんだったら、やっぱ僕、古着が好きじゃないですか。うん、本業の方で古着売りたいなと思って、うん、中でもいろんな古着を扱うのもいいんですけど、まず今回、このアメリカ製の501を、まあ、10本弱買ってきたので、それをね、今回僕が、まあ、ポップアップみたいな感じで立たせていただきますので、今回販売しようかなと思います。あ、なに、FJ さんもその立つんですか、店頭に。立ちます。9月20日からリニューアルオープンなんですけど、僕は多分日曜日に立つかな。あ、そう、9月20日金曜日がリニューアルオープンなんですけど、うん、9月22日に、僕は店頭に立とうと思うんですけど、本当に今回アメリカに行った中でその90年代のアメリカ製に絞った501、中でも耳の当たりとか色落ちがかっこいいものっていうものを厳選して10本集めてきました。で、この10本を今回そのリニューアルオープンというところ、リニューアルライトの池袋店がリニューアルオープンするということで、その10本を、ね、そこでね販売したいなと思います。言うたらオープンセレモニー的な感じになるんですか。そうですね。あ、いいですね。まあ、そこのお店では、まあ、他のお店ではないものとかいいものとかを扱ってるんですけど、まあ、僕はこの90年代の501、アメリカ製の501、いい色落ちのものを皆さんにまあ見てほしいし届けたいなって思ってますし、まあ、なんかそれをきっかけにうちにちょっと、ね、足を運んでいただけたら嬉しいなと思っております。うん、まあ、普段古着のねフリマとか僕出てますけど、そういう時に皆さんすごく会いに来ていただいてるんですけど、今回はその個人じゃなくて、まあ、自分の会社の方でちょっとポップアップって言いますか、リニューアルオープンに僕も店頭に立たせていただきますので、ぜひ皆さん会いに来ていただけたらなと。で、本当にね大変だったね、これ買ったのね。いや、まあ10本といえど何百本見た中の10本ですもんね。そう、値段もそうだけど、なかなかこの色落ちは見つからなかったなって、ね、これ赤耳みたいな、いや、なんだ 66? みたいなやつを集めたじゃん。うん、これだったら俺
90s、まあ、90s がめっちゃ好きで最近履いてるんだけど、はい、中でもその色落ちがいい雰囲気系のやつを集めたって言ったんじゃね。サイズもしかもいいですよね。サイズも基本ゴールデンサイズです、うん、だからすごい小さいサイズとかもなくて、普段僕新品だと32インチとか履くんですけど、はい、全然34とかでもう表記的に32ぐらいになってたりとか、うん、いい感じの日縮んでたりするんで、うん、本当にいいサイズばっかり集めてます。まあ表記サイズでいうと一番大きいもので36かな、で一番小さいものでは32っていうところで、うん、それですけど、まあ、33、34とか、まあ、ゴールデンサイズのところを結構集めてきました。やっぱね、古着屋さんってすごいね。あ、本当にそうですね。行った期間は短いといえど、あんだけ定期的にね、うん、デニムコーナーを潤してる古着屋さんはすごいですよね。だから僕はね、古着屋さんじゃないんで、まあ、行って本当に色落ちもいいものを頑張って集めたんですけど、まあ、この集めてはこの90年代のアメリカ製の501を古着好きな人にも見てもらいたいし、 YouTube 見てる方で、まあ、古着の501はまだ買ったことないよっていう方にぜひファーストヴィンテージ、ファースト古着、ファースト古着って言うんだな、うん、ファースト古着リバイス的なファースト最初のね古着の第一歩として買っていただけたらいいなと思ってます。でこれが10本まっすぐ売れたら、もう本当に会社に提案して正式に扱おうよ、うんうん、でも今回も一応正式なんでしょ。あ、まあ、正式に扱って僕か、ね、買って、うんうん、通貨通して、うんうん、販売するんですけど、うんうん、もっとさ、あ、そうか、10本売れて10本なくなったらもうしまいじゃなくて、うんうんうん、じゃあ次はもう50本目指すために、うん、ね、あっちの友人の手を使ってとか、なるほど、ね、あらゆるコネを使ってあらゆるコネを使ってとか、うん、して集めていきたいなと思ってます、うんうん、でまあ本当にねビッグイとかね WX とかそういうのも高く売り出して販売することもできるんですけど、うん、まあ僕はこの 90s の501を履いてほしいなっていうところで、まず最初はこれをやらせていただこうかなと思います。で本当にこれで、あ、古着の501っていいなとか、古着っていいなってかっこいいな、現行と比べて全然いいなって思った方は、本当にヴィンテージとか欲しくなったら、それこそ普段で僕らがね撮影しに行ってる古着屋さんとか、うん、いろんな古着屋さんでヴィンテージを使ってると思うんで、買っていただけたらそれはそれで僕嬉しいなと思います。まあ、本当に今こうジーンズブームであるけど、若者がこうジーンズ離れしてるって中で、この古着のボーマルシを買って、アメカジとかジーンズの魅力が伝わってくれたらいいなと思って今回行きますので、ぜひね、見ていただきたい。本当に一本だけでも見せると、どれがいいしましょう。これね、いやどれもいいんだけど、これにしようか。それいいっすね。見えますかね。見えるかな。これね、90年代のアメリカ製の501なんですけど、耳のあたりとかよく見てもらうと、本当にえ、これね、66みたいな、赤耳みたいな、だこの耳の開きがしっかりね、耳のあたりがしっかり出てるもの、まあ、そこをね、今回こだわって集めたっすね。いや、いいですよ。でも、これ、ね、1本だけじゃない。いや、これはもう、当日来てから、ちょっと皆さんにね、見ていただきたいですし、うん、9月の20日からオープンで、僕22に立つ予定なので、ぜひ皆さん、会いに来てくれたら、見に来ていただけたら、嬉しいです。会いに行けるアイドル。会いに行けるアイドルじゃない、アイドルじゃないけどね。写真とか撮ってくれるんですか。写真はもちろん撮りますよ。ああ、写真撮ってくれます。じゃあ、FJ さん、ちょっとサインいただいていいですかなんて言われたら、デニムにちょっとサインとか。サイン、サインとか欲しい人いるかね。いや、いないと思う。いないと思うよ。いや、失礼しました。いるかもしれないです。いないと思うけど、もし言われたら僕これね、このスレキにね。スレキにスレキに書きたい。でも、実は一度ね、サインを求められたことがありましたよね。うん。あの時は、FJ って書いてました。FJ 書いてました。俺、サインあるんよ。サインあるん、娘が作ってくれた。娘がね、めっちゃノートに何か書いてたの、呪文みたいなやつ、うんうん、何って言ったら俺 FJ って書いてあるんです。へー、かっこいいねって言ったんで、まあ、うん、あれだけど、まあそんな人はいないと思うんですけど、もし求められたら僕はもう何も NG なしなんで行きます。すれきとかね、余計なこと言ったかもしれないすげえ恥ずかしいし、いらねえよとかコメントくると思うんですけど、そういうのはやめてください。まあ写真もぜひ一緒に撮りたいですし、まあ、この501とか古着の話しながら、逆にね、
僕もしかしたら現行のものとかおすすめしちゃうかもしれないんですけどアメリカの思い出付きで売れるっていうのは FJ ができることじゃないですかね。まあそうだね、これを買った苦労1本ずつあるからね。そうですよね、うん、この見つけた瞬間のあれっていうのは、そうそうそう、結構覚えてます。で今回ねすっごくこういい色地のものを買ったんですけど、なんとね間違ってメキシコ製とか買ったりしちゃったんですよ。でメキシコ製に関しては今回出しません。今回はアメリカ製に絞って、メキシコ製は取っとこうかなと。でなんか今度メキシコ製でもいい色地のものを集めて売れたらいいね、うん、まあ皆さんぜひね、あのこの古着のゴーマレージを、まあ、何十年ぶりかに僕が働いているライトンの池袋店で販売しますので、9月20日から発売すると思います。僕が立つのは9月20日。ぜひ皆さん池袋店でお会いしましょうっていうね報告をしたくて呼ばせていただいたんですけど、はい、アメリカ編の動画まだまだ続きますんで、アメリカ編の動画もぜひチェックしてください。ありがとうございました。池袋店でお会いしましょう。ぜひ皆さん池袋店でお会いしましょう。紅白園で僕と握手みたいな。ふざけんなよ。池袋店で僕と握手。